ヴィーガンになるメリット7つ。ヴィーガン歴5年になりましたアメリカ在住のみさきです。今回はヴィーガンになるメリット7つをご紹介しようと思います。まず最初に7つ全部何なのかご説明して、その後深掘りしていきます。ヴィーガンになるメリット1つ目、痩せる。2つ目、体内のハッピーホルモンが増えてポジティブになる。3つ目、体力がつく。スポーツでいい成績が残せる。4つ目、環境問題の改善になる。5つ目、健康になる。病気やがんの予防になる。6つ目、美容にいい。7つ目、動物保護です。じゃあまず最初の1つ目、痩せるという項目から見ていきたいと思います。まずはこちらの画像をご覧ください。こちらはですね、500キロカロリーごとにどれだけお腹が膨れるかということを示した図になっています。こちらはポークオーバーナイフさんから拝借いたしました。オイルはですね、ご覧いただいても分かると思うんですけれども、500キロカロリーって結構な量ですよ。をこんなに少しだけしか取っていないのに500キロカロリーになってしまうということで、これパスタにオリーブオイルとかがぐわーってかかってたらもうすごいカロリーになっちゃいますね、すぐに。それに比べてですね、チーズ、ミート、ポテト、ビーン、ライス、その後フルーツ、ベジタブルという風にだんだん500カロリーでどれだけ食べれるかっていう量が増えていきます。オイルはですね、大さじ1杯、このくらいですよね、大さじ1杯で120キロカロリーあるんですよ。120キロカロリーってかなりありますよね。リンゴだったら 1.5 個分、リンゴ 1.5 個って結構お腹が膨れませんか。グレープ、ブドウとかだったら 1.5 カップ分、どのくらいだろう、このくらい このくらい 1.5 カップ分くらいで、私が最近ハマっていてよく食べてるピーチ、このくらいの大きさのピーチなんですけど、ピーチ2個分かな。ピーチ2個はいけます。1個で60キロカロリーぐらいなので食べれるし、もう言ってしまえばほうれん草とかケールとかだったら16、17カップ分くらい、お腹に入らないくらい、1カップこのくらいだったらこれが16、17個ぐらいお腹に入るということですね。ということは、肉食でお腹いっぱいに食べているよりもずっとカロリーの摂取量が低くなるので、自然に無理なく痩せていくことができます。私も結構ヴィーガンになる前はぽっちゃり体型でして、それが普通に食べていて食事制限なしでストンと落ちました。そして2つ目、体内のハッピーホルモンが増えてポジティブになるについて言及していきたいと思います。こちら研究からの抜粋をご覧ください。イギリスの British Journal of Psychiatry が3486人を対象に5年間行った研究では、加工肉や肉製品を多く食べている人よりもホールフード、プラントベースダイエット、他のビデオでもご説明したんですけど、植物性のものを食べていて、さらに加工されているものを食べていない人たちの食事をとっている人たちの方が落ち込んだり鬱になったりしにくいというような結果が出ています。ということで、これ以外にもたくさん研究は出ているので、ヴィーガンはうつ病になりにくい、ヴィーガンは基本的にハッピーな人たちだっていうような印象が私たちの方にはあります。ちなみにハッピーホルモンであるセロトニンって皆さんもご存知だと思うんですけれども、セロトニンは食べ物にも入っていまして、特にバナナ多いですね。バナナよく食べますね、なんか落ち込んだ時とかバナナとかオートミール、大豆、ナッツ、あとごまとかにたくさん入っているそうです。なぜ菜食が幸せにつながりますかと言いますと、こちら2つ目の画像をご覧ください。こちらはですね、Physicians Committee for Responsible Medicine のウェブサイトから拝借しております。参考文献はリンクしておきます。お肉や乳製品、卵などの脂肪分に入っているアラキドン酸というものがあるんですけれども、それがですね、体内で炎症を起こしてしまいます。その炎症が血流をめぐって脳内に届くとホルモンバランスが崩れてしまって、で気分が落ち込んだり悲しくなってしまったり鬱っぽくなってしまいます。私たちがよく食べる野菜や果物、穀物、豆類にはそのアラキドン酸というものはもちろん入っていません。それは動物性の脂肪に入っている酸だからです。でその代わりにですね、植物性のものにはクエルセチンというものが入っていまして、これが自然の抗うつ剤というふうに言われています。これを摂取すると体内でセロトニンやドーパミンをたくさん発生させるそうです。ちなみにこのケルセチンっていうのは植物性のものにしか含まれていません。よくハッピーホルモンは腸から作られますって言うと思うんですけど、実際にセロトニンは 90% 腸内で作られているそうです。なので体の外からいいものを取り入れることによって心も体も健康になると、いいですね。
いいことずくめです。3つ目、体力がつく、スポーツでいい成績が残せる、これについて言及していきたいと思います。まずは体力が欲しかったりスポーツを頑張っている人はぜひ Netflix のゲームチェンジャーズというドキュメンタリーを見てみてください。このドキュメンタリーには様々なアスリートの方が出演されていて、そのアスリートの方々が菜食に変えてどのように体に変化があったか、どれだけ成績が良くなったかっていうお話がたくさん出ています。これはなぜかと言いますと、基本的にお肉や乳製品、卵には様々な炎症を引き起こしてしまう物質が入っています。その一つ、飽和脂肪酸。肉製品を食べると LDL 悪玉コレステロールや中性脂肪が増えてしまい、血液がドロドロになってしまうんですね。血液の巡りが悪いので心臓がすごい頑張ってくれますが、なかなか体がうまく思うように動かないとか、動きが悪いっていう風になってしまうんです。このドロドロの血液が体中を回って心臓とかの方にも行くので、それで心疾患とかを引き起こしてしまうんですね。でもちろんですが、飽和脂肪酸をたくさん体に入れないことで血液がサラサラになって、体が動きやすくなる。心臓のパンプが同じようなパンプでもたくさんの血流を回してくれるので、動きが速くなったりとか動きが軽くなったりするそうです。ちなみに飽和脂肪酸というのは基本的には動物製品にしか入っていませんが、なんとココナッツオイルとかパームオイルとかには入っています。多分この2つだけだったと思います、植物性では。なので健康を気にしているフォーフードプランテイスダイエットをフォローしている人たちは、こういうココナッツオイルとかパームオイルとかは気にしない人が多いです。まあたまにはあると思いますけどね。4つ目、環境問題の改善になる。環境汚染にはいろいろな側面がありますが、 24% の地球温暖化の原因は人間の取る食事を作るためのものとして換算されます。理由としましては、畜産動物を育てるための土地、その動物に与えるための穀物を作るための土地、土地が必要なのでその森林を伐採する。穀物はかなり水を使うので、水、肥料、あとは農薬。牛とか羊って人間と比べてももっとガスをお腹から作る動物なんですね。なので二酸化炭素に加えてメタンガスがたくさん出るんです、大牛から。それも環境問題の一つとしてかなり深刻な問題になっています。ちなみに車とかトランスポーテーションで発生させると二酸化炭素、例えば飛行機とか電車とか、まあ、車とか、あとは船とか、これ全部含めたものと比べても、食べ物を作るために使われている二酸化炭素の半分しか使われていないというふうに言われています。トランスポーテーションの2倍悪い影響を与えているということですね。よく例えられるのが、ステーキ1切れにつき二酸化炭素が 330g 使われた、牛を育てるのと肥料とか食べ物とか水とかということで 330g。 それに加えてレンズ豆は 2g しか二酸化炭素を発生させてないとか、まあ、基本的に牛とかってかなりたくさん食べますから、人間よりもね何倍も食べるから、そうたくさんの穀物を与えているので、その穀物プラス牛と、あと他にももろもろあると思うんですけど、それが合わさって 330g になってしまう。そうなんですね、ステーキ一つ一切れで。ただ植物の場合はそういった込み込みがないので二酸化炭素の発生が少ないそうです。ちなみに私たち地球人は年間10億トンの穀物を畜産動物に与えているそうなんですが、10億トンですよ、10億トンの穀物があれば35億人の人が1年間暮らせるそうです。5つ目、健康になる、病気やがんの予防や改善につながる。まず最初にお伝えしようと思うのですが、菜食で摂れない栄養素というのは B12 以外ありません。菜食でもタンパク質、ビタミン、ミネラル、炭水化物、脂質すべて摂れます。まず B12 についてなんですけど、 B12 というのはバクテリア由来でございまして、植物に入っているものではもともとありません。基本的には動物が食べるであろう草についている土とか、あと人参を引っこ抜いた時についている土とか、あと山からの湧き水とか、そういうところに入っているものなんですね。ただ私たち結構綺麗なお野菜とかも全部現れてきてますし、なので最近の現代人は B12 のサプリメントが必要というふうに言われています、ビーガンだったら。でビーガンじゃない人はどうして B12 は大丈夫なのかと言いますと、動物ってもともとね草とか食べていて、その土の中から B12 を取ってるので、その B12 が体の中にあるんですね。それでそのお肉を食べる人間もそこから取っているんですけれど、最近はね畜産業とか見ていただいたら分かると思うんですけど、広々とした芝生の上で飼っているわけじゃないじゃないですか。で食べ物とかもすごく綺麗な穀物とかをバーって与えられていて、土から引っこ抜いて食べていたりするわけじゃないので、 B12 は余
まり入っていないので、特にアメリカとかでは作られる B12 のサプリメントの 90% は畜産動物に与えられています。ということで、多分日本語でも少し検索したんですけど、動物用 B12 とかってやると、畜産農業家さんに売るための B12 を売っている会社さんとかが出てきたので、多分日本でも同じようなことがされているんじゃないかなと思います。わからないけれどまあそれは置いておきまして、こちらの画像をご覧ください。ヴィーガンの食生活がどうして病気やがんの予防や改善につながるのかという研究はですね、たくさん出ているので、どれをピックアップしようかなと思ったんですけれど、メタアナリシスを2つ選んだので、その研究を下に、つけておきます。ざっくり言ってしまいますとですね、様々な炎症を起こす肉製品、乳製品、卵などを、魚とかもですね、を食べていないこと、それから抗酸化物質などのパワフルな栄養素が入った野菜、穀物、フルーツ、豆類を食べているということで、がんの予防や改善につながることが知られています。アメリカや英語圏の他の国々では、がんや心疾患の改善の一つの方法として取り入れられています。6つ目、美容にいい。お肌というのは、体の組織の一つでありまして、体全体で考えているのですが、私はお肌というか体って自然と生きているうちに酸化してしまうようなんですね。錆びてしまうのと一緒です。それが結果的にシワとかハリのないお肌とかにつながっていくようです。私もあまり若くはないので、年に逆らうことはできないというか、別にそういうことをしようとしているわけではないんですけど、抗酸化物質がたくさん入っているお野菜やフルーツを食べて、体の中から細胞の一つ一つが元気にいられるようにしたいなというふうに思ってます。抗酸化物質がたくさん入っているアンタイオキシデント、オキシダイズっていうのは酸化するって意味なんですけど、アンタイオキシデントなので、あんま日本語と一緒ですよね。抗酸化物質、酸化を防ぐ物質が植物性のものにはたくさん入っているので、それを取り入れることによって酸化に打ち勝つじゃないけど、酸化を遅らせるっていう働きがあります。あと皆さん、化粧水とか乳液とか使われる方は、そこになんかビタミン B1 とかビタミン A とかビタミン C、 ビタミン E とかって入ってることあるじゃないですか。あれをお肌につけるんですよね。でそれでお肌ってどれだけ実際吸収できるのかなって思いませんか。パックとかって実際はパック取った後はプルプルしているというふうに思っても、お風呂に入った後みたいにちょっとふやけている感じになっていて、一時的にふやけている感じになって、それで張りがあるように見えるだけであって、それが出てしまったらもうなんか元通りになっちゃうとか、お肌は消化器官じゃないのであんまり栄養素が届かないっていうのも聞いたことあります。でもちょっとお肌についてはあんまり詳しくないんですけど、そのビタミンとかが入っている化粧水を使っているって、ビタミンが欲しいのであれば、それをもう果物とか野菜とかから取ってしまった方が細胞にこう届きそうじゃないですかって思います実際私はニキビだらけだったんですけど、昔はニキビもだいぶ良くなりましたし、月に 1,2 個くらいできるくらいです。ちなみにですね、自然なお肉には抗酸化物質っていうのはもともとは入っていないんですけれども、スーパーとかに運んでいる間に腐敗してしまえないように抗酸化物質を入れているようです。なので服にもね、抗酸化物質が入ってるよとかっていうアーティクルを見るかもしれないんですけど、それは腐敗を防ぐために入れてるわけであって、それがなかったら腐敗してしまうっていうのがね、ちょっと怖いですよねはい、まあ当たり前か。そして7つ目は動物愛護。動物愛護、これはもう言わずもがなですね。というわけで、以上でございました。最後にですね、需要と供給のお話を少ししたいと思います。以前 YouTube の動画で、牛の農家さんがヴィーガンの研究家さんが開いているセミナーに行かれていた動画を見ました。そのお二人がやり取りしているところを見たんですけど、牛の農家さんは自分が売っているものが体に悪いとかってあんまり思ったこともなかったし、まあ、これはビジネスだからやっているわけであって、人間の体に悪いものを売ろうとして売ってるわけじゃなくて、お仕事だからそうしているわけであって、その消費者の方がもっとこういう商品がいいよって思われるのであれば、そういうところを出していきたいっていうふうにおっしゃっていたのがとても印象的でした。なのでこれはアメリカの農家さんだったんですけど、お肉製品がなかなか売れなくなって豆乳とかの方がいいってなるんだあったら、僕たちも今からインダストリーを変えていきたいっていうふうにおっしゃっていました。まあ、私たち1日3回選択をしているわけですね。で1日3回投資をしているわけですよ、食産業に。どっちにお金を使うかっていう少しのお金ですけど、肉の方に行けば、あ、売れてるなと思ってこっちが上がってくるだろうし、
野菜の方に入れたら、こっちがもっと需要あるのかなと思って、こう供給が上がってきたりするだろうし、まあ一人一人だと小さな力ですけれど、少しずつ興味がある人は取り入れていただければ、自分の体を変えるとか自分がもっとハッピーになるだけじゃなくて、地球環境にも優しくなりますし、いいかなと思います。興味がある方は皆さん一緒にやりましょう。はい、というわけで最後までご覧ください。ありがとうございました。何か気になることがありましたら、いつでもコメントください。それでは、Thank you very much for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye!